クリスチャンとは、二人の人間との共同生活と、再会で知られるライオンである。1969年、ロンドンのある百貨店に、客寄せのために開設されていた、動物売り場で、ライオンの赤ちゃんがとても小さな檻に入れられて、売られていた。これを見た二人のオーストラリア人青年は不憫に思い、買い取って、自分たちがアルバイトしていたアンティーク家具屋で買うことに、した。 クリスチャンと名付けられた赤ちゃんライオンは、引き取られた1年後には8 0ラム以上に成長。このままロンドンで一緒に生活するのは無理だろうと、判断した2人は、クリスチャンをアフリカの自然に返す計画を立て始めた。2人はケニアにいた、野生保護活動家のジョージ・アダムソンと、映画、野生のエルザで主演を務めたビルトラバース、バージニア・マッケンナ夫妻の助けを借りた。 クリスチャンを自然へ返すリハビリが行われ、やがてそのあくまで人の管理下にある土地に放された。ちなみに、その土地内には他の野生からはみ出てしまったライオンも複数いる環境であった。一年後、二人はクリスチャンに会いに再び、ケニアを訪れる。この際、野生に戻ったクリスチャンが二人のことを覚えている。可能性は極めて少ないと忠告され、 本人たちも当然そうあるべきだと考えていた。しかし、ジョージに名前を呼ばれ、現れたクリスチャンは、再会した二人のことを、はっきりと覚えており、駆け寄ってまるで猫のようにじゃれ合う、感動の再会を果たした。さらに、翌年1972年にも二人は、クリスチャンと再会を果たす。この時クリスチャンは、体格もさらに大きくなっており、精神的にも、 もう大人のライオンに成長していたため、きちんと挨拶はしてくれたが、前年のように無邪気に飛びつくことはなかったという。さらに翌年の1973年にも、ジョンだけ単独でケニアを訪れたのだがクリスチャンには、会えなかった。野生のライオンとの争いの影響もあってクリスチャンは、生活エリアを移動せざるを得なかったためだと言われ、73年、あたりを最後に、クリスチャンの姿を見た者はいない。 クリスチャンが事実上の聖の世界に戻ったのは、この時期以降であると言える。ありがとうございます。